はい、どうも、コツさんです。今日 NSR やってたんですけども、綺麗に撃沈しまして、まあ、中途半端に動画アップするのも違うなと思って、今日はもう、まあ、ダンスの曲使うと収益ができないんで、まあ、あんまりお金とか関係なく普通に楽しく踊って、今日終えたいと思います。51歳、昭和44年10月2日生まれ、まだダンスやってます。それは、まあ、適当に曲かけるんで。ということで、どうだったでしょうか。まあ、ストレス発散でですね、たまにダンス踊るのもいいんじゃないでしょうか。MDF ダンススタジオでは生徒さんを募集してます。大人からのダンス、お待ちしてますんで。ぜひ、たまにはこんなカッサンチャンネルもいいんじゃないでしょうか。カッサンチャンネル、それでは。明日、軽トラ納車です。回す壊す知らないことはフォロワー
い人たち誰も見てない、困った時の NSR、 それが伝説原付冒険、無茶を承知でどこまでも走る、とにかくヤフモクでバイク仕入れ、解体屋の仕事でパーツゲット、回らなければパークリファイア、燃やす燃やす焦がす、失敗してももう一度やり直せるさきっと、今すぐ電話シェイクダウンさ、いつもごめんね、火花が出ない知り合い、壊れてるのが怖い、絶望を希望に変えて走ってく、年齢的にはちょっときつい、いられない昔の自慢を持ち出して、若い頃の思い出語り始めたらいけてない、とにかくバイクの関連動画、間違い整備測定評価、困ったらネジザウルスで回す、フォロワー助けてくれるはずさ、スーパーチャット一人宣言、枝上がったのかな、ずっと昭和原付き、焼き付くのだけ怖い、あの匂い走り続ける、チャンネル登録してね、よろしく。では出演者を募集しています。現在募集しているコーナーは3つです。1つ目はカスタムバイクの部屋では、自慢の愛車で出演してくれる方、 MDF の店舗でインタビューや愛車紹介してくれませんか。レア車、旧車、カスタムバイク随時募集していますよ。そしてカスタムにバイクで取材に来てほしい、この商品を使ってほしい、各種イベント、お店、団体様、こちらも随時募集しております。そして最後に、ご不要になったバイクがございましたら、バイクショップ MDF にお任せください。無料引き取りさせていただきます。お問い合わせはメールで one@hb.tp1.jp までよろしくお願いします。カスタムチャンネル、皆さんで盛り上げていきましょう。